無人「この話を友達にしたらアメリカの有名人の体験談を思い出した」と言われましたにぎわっているはずの空港に行くと自分以外誰もいなかったという話らしいのですが友人は詳しく覚えていないというので誰か分かる方がいたら教えてくださいそれで私の体験談ですが 2年前の出来事になります当時は看護師をしていました今は派遣事務の仕事に就いていますが我ながらよくあの殺人的なシフトをこなしてきたなと感心します1718時間の拘束は当たり前の世界ですからその日は二交代勤務の日勤でした 朝7時半頃いつもの通用口を通ったのですが院内が不気味なほど閑散としていました人の気配が全くないのですいつもなら朝食などでバタバタしているはずなのに私は更衣室に向かいましたが同じシフトの同僚すらいません 携帯で連絡をしてみると電源が入っていないか電波が届かないというメッセージが流れますとりあえず引き継ぎのためステーションへ行こうと思いましたがその途中に職員どころか患者さんまで見当たらないのですそれまでこんな異常事態に遭遇した試しがなかったので怖くなりました とにかく誰でもいいから探そうと思いましたがむやみに歩き回るのも恐ろしく感じ内線電話の受話器を取りましたしかしあの「ツー」という発信前のダイヤル音さえ聞こえないんです軽くパニクっていた私はもう一度自分の携帯で片っ端かけようとして携帯を取り 落としてしまいました慌てて拾い携帯の待ち受け画面を見ると実家の番号が出ており迷わずダイヤルをしましたいつも聞いているあの発信音が聞こえた時は涙が出ました「ガチャッ!」という音とともに私はまくしたてました「もしもしお母さん私」 あんた今どこにいるの〇〇さんから連絡あったわよ病院から時間になっても来ないからもしかして事故にでもあったんじゃないかってそれを聞いて私は力が抜けたというか腰が抜けその場に座り込みましたそしてぞっとするようなものに気づきましたそれは先に携帯を落とした場所に バッテリーが落ちていたのですバッテリーもないのに母と会話をしたのです携帯を投げ出してどこに向かうでもなく私は逃げ出しましたどこをどう走ったのか覚えていませんが通用口近くまで来て一歩も前に進めないほど疲れ果て中腰の姿勢のまま息を整えようとしました あともう少しで外に出られるのにどうしてそこで休もうとしたのかいまだに分かりません私はふと顔を上げました目の前には壁に設置された姿見がありましたしかしよくよく見ると鏡に映っていなければならない私の姿がなかったのですそこで私は意識を失いました 目が覚めた時私はステーション内のソファーの上にいました周りはいつもの活気ある職場です私が最初に連絡をし自宅に電話をくれた同僚が言うには通用口の近くで私は倒れていたらしいのです不思議なのはそれを彼女に教えてくれた方がいたのですが どうしても思いいい出せないと言います実際彼女はその人を見たのにどんな顔だったのかどれぐらいの身長だったのか性別さえも思い出せないのですその同僚に私もいろいろ質問をされましたが私の身に起きたことを裏付ける確たる証拠が挙げられませんでした 投げ捨てた携帯電話や更衣室のロッカーに入れた所持品が何もかもなくなっているからですそれに私の見た大きな鏡さえもともとないのですからお母さんに電話した事実はありましたでも携帯の請求書に記載される通話記録には残っていませんでした 私は怖くて聞くつもりはなかったんですが帰宅をするのに母がその話題を振ってきました同僚が自宅に電話したことも事実でした病院からしかも私が手にした電話だったから余計びっくりですあまり時間的な差はないと思うんですが同じ空間にいたわけです マネキン私には霊感がありませんですから幽霊の姿を見たことはないし声を聞いたこともありませんそれでもものすごく怖い思いをたった一度だけ中学生の時に体験しましたその話を聞いていただきたいと思います十四歳の頃 父を亡くした私は母の実家に引っ越すことになりました母方の祖父はとうに亡くなっていたので祖母母私と女三人だけの暮らしとなります私は親が死んだショックから立ち直れないまま新しい環境に早急に馴染まなくてはいけませんでした 不安はあったのですが私の身の上に同情してか転校先の旧友も優しく接してくれました特にエスコという女の子は転校してきたばかりの私に大変親切にしてくれ教科書を見せてくれたり話し相手になってくれたりしました彼女と親友になった私は自然に周囲に心を開いてゆき 二ヶ月もたつころにはみんなでふざけあったり楽しく笑いあったりもできるようになりましたさてそのクラスにはえふみというかわいらしい女の子がいました私は彼女になんとなく心を惹かれていましたもちろん変な意味ではなく女の子が見てもかわいいなとそう思えるような 小柄でで、な感じのの子だったので同性として好意を持っていたのです好かれようとしていると効果はあるもので席替えで同じ班になったことからだんだんと話すようになり彼女が母子家庭であることが分かって余計に親しくするようになりましたもっともえふみの場合は 死に別れたのではなくて父親が別の女性と逃げたとかそういうことだったように聞きました彼女も女だけで生活しているということを知った時「はああこの子と友達になってよかったな」と心底思いましたただそれも彼女の家に遊びに行くまでの短い間でしたが その日私がなぜふみの家を訪ねることになったのか私は覚えていません随分と昔の話だからというのもありますがそれよりも彼女の家で見たものがあまりに強い印象を残したのでそういったささいなことがあやふやになっているのでしょうその時はエスコもいましたそれまでもエスコは えふみのことをあまり好いておらず、私が彼女と仲良くすることを好ましくは思っていないようでしたそれなのになんで彼女がついてきたのか私には思い出せませんしかしとにかく学校の帰り家が全然別の方向なのにもかかわらず私とエスコは何かの用事で の家に寄ったのでした彼女の家は正直古さの目立つ平屋で木造の壁の板は反り返り庭はほとんどなく隣の家との間が50センチもないような狭苦しい場所にありました私はちょっと驚きましたがおばあちゃんの家も年季は入っていますし 家計が苦しいのはしょうがないのだろうと思い自分を恥ずかしく思いました「お母さん」とえふみが呼ぶと少ししわは目立つものの奥からにこやかな顔をしたきれいなおばさんが出てきて私とエスコにこちらが恐縮するほどの深々としたおじぎをしました。 洗濯物を取り込んでいたらしく手にタオルや下着を下げていました「お飲み物を持って行ってあげるね」とずいぶんと楽しそうに言うのは「家に遊びに来る娘の友達が少ないからかもしれない」と私は思いました実際にえふみも家にはあんまり人は呼ばないとそう言っていましたから もしふみの部屋があんまり女の子らしくなくても驚くまいと私は自分に命じましたそんなことで優越感を持ってしまうのが嫌だったからですしかし彼女の部屋の扉が開いた時目に飛び込んできたのは予想もつかないものでしたふみがきれいだということはお話ししましたが その分やはりおしゃれには気を使っているということです明るい色のカーテンが下がり机の上にぬいぐるみが座っているなど予想以上に女の子らしい部屋でしたたった一点をのぞいては部屋の隅に立っていてこっちを見ていたものマネキンそれは 間違いなく男のマネキンでしたその姿は今でも忘れられません両手を曲げて縮め W の形にしこちらをまっすぐと見つめているようでしたマネキンの例に漏れず顔はとても整っているのですがその分だけその視線が余計正気のない 虚ろなものに見えましたマネキンは真っ赤なトレーナーを着て帽子をかぶっていました不謹慎ですがさっき見たおばさんが身につけていたものよりよほど上等なもののように思いました「えこれ」とエスコと私はあぜんとしてえふみを見ましたが 彼女は別段意外な風でもなく、マネキンに近寄ると、帽子の角度をちょっと触って調節しました。その手つきを見ていて私は鳥肌が立ちました。かっこいいでしょうえふみがそう言いましたが、なんだか抑揚のない口調でした。 その対してうれしそうでもない言い方が余計にぞーっと感じました「ようこそいらっしゃい」と言いながらトレーにケーキと紅茶をのせたおばさんが入ってきて空気がすくわれた感じになりました「私と同じく場を持て余していたのでしょう」エスコが手を伸ばし、 「お皿をテーブルの上に並べました私も手伝おうとしたのですがお皿が全部で4つありましたあれおばさんも食べるのかなと思いふと手が止まりましたその時おばさんがケーキと紅茶のお皿をとるとニコニコと笑ったままえふみの机の上に置きました」 そこはマネキンのすぐそばでしたとんでもないところに来たと私は思いました服の中を自分ではっきりそれとわかる冷たい汗が流れ続け止まりませんでしたえふみはじーっと マネキンのそばに置かれた紅茶の方を凝視していましたこちらからは彼女の髪の毛しか見えませんしかし突然前を向き何事もなかったかのようにフォークでケーキをつつきお砂糖つぼを私たちに回してきました私はマネキンについて聞こうと思いました 彼女たちは、あれを人間扱いしているようです。しかもケーキを出したり服を着せたりと上等な扱いのようですですがふみもおばさんもマネキンに話しかけたりはしていません彼女たちはあれを何だと思ってんだろうと考えました マネキンの扱いでは断じてありません。しかし完全に人だと思って思い込んでいるのだとしたら彼とかあの人とか呼んで私たちに説明するとかしそうなものですがでもそうはしないそのどっちも取れない中途半端な感じがひどく私を不快にさせました。 私がマネキンのことについて尋ねたら、えふみは何と答えるのだろう。どういう返事が返ってきても、私は叫び出してしまいそうな予感がしました。どう考えても普通じゃない。何か話題を探しました。部屋の隅に鳥かごがありました。マネキンのこと以外なら何でもいい。普通の 学校で見るようなえふみをみさえすれば安心できるような気がしました「鳥飼ってるの?」「いなくなっちゃった」「そうかわいそうね」「いらなくなったから」まるで無機質な言い方でした。 飼っていた鳥に対する愛着などみじんも感じられないもう出たいと思いました帰りたいここはやばい長くいたらおかしくなってしまうその時「トイレどこかな?」とエスコが立ち上がりました「廊下の向こう外出てすぐ」とエフミが答えると エスコはそそくさと出て行ってしまいましたその時正直私は彼女を呪いました私はずーっと下を向いたままでしたもうたとえ何を話してもエフミと意師の疎通は無理だろうということを確信していましたパタパタと足音がするのでとても 長い時間が過ぎたように思いましたが実際にはほんの数分だったでしょうエスコが顔を出してごめん帰ろと私に言いましたエスコの顔は青ざめていましたエフミの方には絶対に目を向けようとしないのでしたそう おかえりなさい」とえふみは言いましたそのずれた言い方にそっとおしそうでしたエスコが私の手をぐいぐい引っ張って外に連れ出そうとします私はそれでもまだ形だけでもおばさんにおいとまを言っておくべきだと思っていました 顔を合わせる勇気はありませんでしたが奥に声をかけようとしたのですえふみの部屋の向こうにあるふすまが20センチほど開いていました「すいません失礼します」その時隙間から手が伸びてきて「ピシャッ!」と勢いよくふすまが閉じられました。 私たちは逃げるようにえふみの家を出て行きました帰り道私たちは夢中で自転車をこぎ続けましたエスコが終始私の前を走り「1メートルでも遠くへ行きたい」とでも言うかのように何もしゃべらないまま自分たちのいつもの帰り道まで戻って行きました やっと安心できると思える場所に着くと私たちは飲み物を買って一心不乱に喉の渇きを癒しましたもう付き合うのはやめた方がいいよとエスコが言いましたそれは言われるまでもないことでしたあの家やばいえふみもやばいでも おおばさんがおかしいあれは完全におばさんトイレに行った時のことをス子は話しましたエス子がフミの部屋を出た時隣のふすまは開いていました彼女は何気なしに通り過ぎようとしその部屋の中を見てしまったそうです マネキンの腕,腕が畳の上に4本も5本もゴロゴロと転がっていたそうですそして傍らで座布団に座ったおばさんがその腕の1本を狂ったようになめていたのですエスコは震えながら用を足し帰りに恐る恐るふすまの前を通りました ちらっと目をやるとこちらをじーっと凝視しているおばさんと目が合ってしまいましたつい先ほどの笑顔はそのかけらもなく目が完全に座っていますマネキンの腕があったところにはたたんだ洗濯物が積まれてありましたその中に 男物のパンツが混じっていました。マ,マネキンはとエスコはついそう言ってしまったと思ったのですがおばさんは何も言わないままエスコに向かってまたにっこりと笑顔を見せたのでした彼女が慌てて私を連れ出したのは その直後のことでしたあまりにも不気味だったので私たちはえふみがしゃべってこない限り彼女とは話をしなくなりましたそしてだんだんと疎遠になっていきましたこの話をみんなに広めようかと考えたのですが到底信じてくれるとは思いません えふみと親しい子にこの話をしても私たちが彼女を孤立させようとしているとしか思われないに決まっています特にエスコがエフミとあんまり仲が良くなかったことはみんな知っていますからエフミの家に行ったという子にこっそり話を聞いてみましたでも一様に おかしななものは見ていいいと言います。だから余計に私たちに状況は不利だったのですただ一人だけこれは男の子ですがそういえば妙な体験をしたという子がいましたえふみの家に行ってベルを押したが誰も出てこないあらかじめ連絡してあるはずなのにと困ったが とにかく待つことにしたもしかして奥にいて聞こえないのかなと思って戸に手をかけたらガラ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 と開いたそこで彼は中を覗き込んだ襖が開いていて部屋の様子が見えた浴衣を着た男の背中が見えた 向,こうに向いてあぐらをかいている「音声は聞こえないがテレビでもついているのだろう」「背中にブラウンカンかららしい青い光がさし時折点滅している」「だが何度呼びかけても男は振り返りもしないどころか身動きを一つしない」「気味が悪くなったのでそのまま家に帰った」 のいいにははなずですたとえ親戚やおばさんの知り合いであったところでテレビに背中を向けてじーっと何をしていたのでしょうそれとも男のパンツは彼のだったのでしょうかもしかしてそれはマネキンではないかと私は思いましたしかしあぐらをかいているマネキンなど 一体あるものでしょうかもしあったとすればふみの部屋にあったのとは別のものだということになりますあの家にはもっとほかに何体もマネキンがある私はこれ以上考えるのをやめることにしましたあれから14年がたったので今では少し冷静に振り返ることができます 私は時折地元とは全く関係ないところでこの話をします一体あれは何だったのかは正直今でも分かりませんもしフミたちがあれを内緒にしておきたかったとして仲の良かった私だけならまだしもなぜエスコにも見せたのかどう考えても 納得のいく答えが出ないように思うのですそういえば腕を W の形にしているマネキンも見たことがありませんそれだと服を着せられないではないでしょうかしかしあの赤い服はマネキンの体にぴったりと合っていましたまるで自分で着たとでもいうふうにこれが私の体験の全てです 便器の中の顔小さい頃は当たり前のことだと思っていたことは大人の目から見ると異常なことだったということは珍しくないもうすぐ妹が生まれるので母さんが入院した頃に私を持て余した父さんは大叔母に私の世話をするよう頼んでいた。 私はこの人があんまり好きではなかった母親と祖母はちゃんと二人いるのにその二人を差し置いておばあちゃん面をするその人が嫌いだったのだしかし父さんはこの人に随分と可愛がってもらっているようなので仕方なくおばあちゃんと呼び慕っているふりをしていた我ながら嫌な子供だったと思う その人の家は全室畳で部屋の奥に板張りの廊下がありその先にトイレがある組み取り式のトイレで手前に男子用小便器奥に和式のトイレへと続くこの小便器に時々顔が生えていた学校にあるような便器ではなく もっと小さめの丸っこいものでその容器にぴったりと収まるように顔が生えていたゴムボールにぬいぐるみの目と鼻をつけたような具合で鼻の半分までのぞかせてトイレに入るとちらりとこちらを見てくる特に何をしてくるわけでもなく不思議と怖いということも感じなかったので その当時はあまり気にしていなかったある日夕食時に何気なくその顔の話を大叔母にすると「変な嘘を言うな気持ち悪い」とそれはそれはすごい剣幕で怒鳴られた「本当のことを話しているのに怒られた」という理不尽さに怒りを覚えたが 大人の怒鳴り声というのは子供を萎縮させてしまうもので何も言い返せなかったその晩寝る前にトイレへ行くとやはり顔が生えている「こいつのせいで怒られた」と感じていたので文句を言ってやろうと思った瞬間スポッと抜けて浮き上がり まの隙間から外へ出て行ってしまっっした「あいなくなっちゃった」と思うとそれまで感じていた怒りが消えさみしい気持ちになったしかし翌朝トイレに行くと昨日消えたはずの顔がまたきっちりと便器におさまりこちらを見ている。 ししかし顔を見たのはそれが最後それから何度か大叔母の家を訪ねることはあったが二度と顔を見ることはなかった妹や弟も幼少期に見たことがあるらしいのであの顔はそのくらいの年の子供にしか見えないものだったのかもしれない。 えー、っと今日は三つほど不思議な話を読ませていただいたんですけども最初はちょっとね階段を読もうと思ったんですけど1、えー、つ目の「無人」という話ともう1つ目の「マネキン」という話があったんですけどもどちらもねこれ階段話っていうよりかはちょっと不思議系の話に入るかなと思って急遽あの不思議な話として、えー、アップすることに決めました。 まあ最後のあの,便器の便器の中の顔という話ありましたけどもねこれは何とも面白いお話ですね <laughs>。ん,んか子供を脅かせるためだけに出てきてるのかそれとも何か意味があってそこにいるのかはたまた幽霊なのかねまあ幽霊なのかもしれないですけども何でそんな場所に。 顔をスポットやってねこっちを見てるのかっていうのがとても不思議でなんかこうちょっと可愛らしいお話かなというふうに思いました、はいえー、2つ目に読んだ話があのマネキンという話だったんですけどもこれがねまた、えー、怖いお話でしたね。はい クラスの美少女のえふみちゃんのね自宅に遊びに行くというお話だったわけですけどもそのえふみちゃんの家がすごいねマネキンだらけになっているととうことですか、ね、男の人のマネキンがねえふみの部屋にもあるしえー、ね、あのー、一緒にそのえふみちゃんの家に行ったエスコエスコちゃんがねトイレに行った時にちょっとこのお母さんの部屋の こう襖が開いてたからちょっと覗いてみたらねお母さんがマネキンの腕をペロペロなめてたってね狂ったようになめてたってことでとても怖いですよねうんまあこのマネキンハウスに行ったエスコちゃんとそして主人公はとてもねあのトラウマになったんじゃないかなというふうに思わせていただきました。 マネキンってなんかこう僕はどうもあんまり好きじゃないというかなんか怖いですよねなんか無表情な感じで笑ってるのとかうーんなんかスーパーでね僕が小さい頃スーパーで見たマネキンがねなんかめちゃくちゃ怖かった思い出があってなんかめっちゃ笑顔でなんかすんごい口パカーって開いてこっちにやーって見てる。 そんなマネキンが置いてあったんですけどもそれを子供ながらに見た時にあの人形怖えなみたいな感じでそれ以来あんまりなんかそういうリアルな人形とかってあんまり好きじゃないんですけどもねはいというわけで今回三つほどお話を読ませていただきましたがどれも面白かったですありがとうございました読ませていただいて、えー、余談になるんですけどもなんかどうも風邪をひいたような気がするんですね2日前ぐらいからちょっと具合が悪くて あのラーメン食べたんですけどその時ねなんか吐きそうになっちゃっていや気持ち悪いと思ってうーんそっからどうもなんか具合が悪くなってちょっと風っぽくなってるんですけどもなんか風っていうと僕いつもあの咳が先に来たりするんですけどもなんか別に咳出ないしこれ本当に風なのかなとちょっと不安に思ってますけども。 数日風邪薬飲み続けてもし治んなかったらちょっと考えようかなというふうに思ってますがうんまあでも僕の場合ねなんか風邪をひいてしまうとね本当に長引くんですよね本当に20歳を超えてから風邪がね長引く長引く <laughs> 去年あの、ま、ラジオを聞いてくださった方々は知ってるかなと思うんですけども去年ね夏風邪にかかりまして で僕ラジオとかあの朗読やりたかったのにどうも咳がねひどくなっちゃって2ヶ月3ヶ月ぐらい咳治んなくて嫌だなと思ってまたそうなっちゃったらちょっとねあの朗読のアップとかできなくなっちゃうんでそうならないようにしたいなってあのちょっと思ってますけどもまだ大丈夫でしょうあ多分風邪でしょう治るでしょうってことで、えーまあ、ちょっと様子見たいと思います、えー、皆さんも 最近寒かったり暑かったりよくわかんない日々が続いてますがまあ、暑い日はないですけども急に寒くなる日がありますのであの僕みたいに油断せず、えー、しっかりと厚着して寝たりとか、えー、してくださればいいかなというふうに思います、えー、というわけで今回の動画は、えー、以上となります、えー、また次の動画もしくはラジオで、えー、お会いしましょうごま団子でしたおやすみなさい